東京の冬は寒くて湿度がもうカラッとしてきつい冬ですね。皆さん、東京1年で一番寒いのはいつ頃だと思いますあの、1月の5日から1月の19日。これはまあ、召喚から大寒。それからまあ、1月の20日から2月の3日、大寒から立春。立春から雨水。 2月の4日から2月の19日、この1、2、3のどこの時期が一番寒いと思いますまあ,あの、1年でですね、え正月を明けて1月のお2日、2日ですね、1月の2日から1月の13日、まあ、えー、2023年の場合、金曜日なんですが、 1>, 1月の13日の金曜日までは日の出時刻が一番遅いんですよ、6時51分ですね。で、それ以降ですね、毎日ほぼ1分ずつ日の出が早くなって、まあ、5月の夏至に向かって、どん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 その日の出は早くなるんですが、この寒いというのは、今の。 時期ですね。まあ1月の頃は、まあ字も小寒とか大寒、大寒というのは19日ですから、このですね、過去30年間のデータを見てみますと、この大寒を過ぎた1月25日ぐらいが、過去30年のデータを見ると一番寒いんですよ。ですから、 今日は1月10日ですが、もう一番寒い時期を、のちょっと前にいるぐらいに思って、まあ、頑張りましょうね。それで、この気温の一番低いところっていうのは東京は25日ぐらい、東京とか横浜は。で、千葉、甲府が26日ぐらい、まあ、福岡が27日ぐらいという具合にですね、 まあ札幌ですと2月の3日とか地域によってですねまあこの過去30年間ぐらいのデータを取ると違うんですがまあ皆様のお住まいのところはどうなのかちょっとですねこんなことも頭の片隅に置いて日常生活を送られたらいかがかなと思います。東京の場合はね25日ぐららいですから今そこに まあ、一番寒いところに向かっていってる、もうこの1月25日ぐらい過ぎてくると、徐々に、まあ、寒さも和らいでくる、る、まあ、日の出はもう1月の13日が一番遅いですから、もう1月14日以降ですね、日の出はもう毎日少しずつ早くなってくる、なんとなく、まあ、日の出が早くなってくると、気持ちの上であの楽ですよね。 寒いのが1月25日ですから、もうしばらく頑張って、もう2月に入るとね、立春、もう春の兆しがどんどん出てきますので、この寒い最後、頑張りましょう。